今日は、K&R モノックというものを実装してみたいと思います。K&R モノックっていうのは、プログラミング言語詞の、っていうデニス・リッチとブライアン・カーニハの本にの本に載ってたマノックの実装のことです。で、マロクっていうのは何かというと、ちょっと説明しましょう。なんか変なスペースがある。こうかな。こんな感じで、マロックとして、これ、バイト数なんですけど、100バイト指定します。そうすると100バイト非領域が取れてきて、A というところに、その領域のポインターが、領域へのポインターが入るわけです。こんな感じで入ります。で、過去した、中には、こういうふうにデータを入れることができます。こんなふうになります。ちょっと実行してみましょう。はい、こんなふうに結果が出ました。では、これから K&R モノックというものを作っていきましょう。これと、まあ最初簡単に、そうだな、簡単に、プロセスのメモリーマップの話をしましょう。こっちがいいか。プロセスには、まあ、スタックがメモリとして確保されます。これは動的に変わります。動的に変わっていきます。で、次に、ヒープ領域があります。あと BSS だっけ？なんか、まあ、この辺にあって、で、最後、下に、これからでいいんだね。ここが、データ、セグメントです。で、ここがコードセグメントになってます。で、さっきのマロックって言われると、ここの値が、ここに確保されるわけです。100。で、上は動いて100取れます。で、A の0とやったときには、ここに A が入っていたわけです。まあ、こんな感じになってます。基本的なモロックの動きとしてはこんな感じです。OK。では、まずヘッダーというものを用意しましょう。ちょっと K&R モロックとは違いますが。これどういうデータ構造かというと、
ここアロケス、これヒープだと思ってください。で、ヘッダーがあって、ネクストというのは、サイズというのは何かというと、フリーなもの、これだけ空いてますよっていうものが、を指しています、サイズというのは。で、このサイズにはヒープは含まれます。含まれまー、どっちだったか。含まれたと思います。含まれます。含まれます、これは。で、ネクストは、ここもアロケーテッドされてるということにしておきましょう。それで、ここ、ネクストは、ここから、ネクストから、ヘッダーの先頭を指すものがネクストとなります。で、こちらにもネクストがあるので、これも同様に、こう、指していきます。こういうデータ構造がヘッダーだと思ってください。続いて、そうですね。ベースというものを作ります。これは後で説明します。あと、フリーリスト。フリーリストというのは、この辺はいいか。ちょっとこの辺は、後でやりましょう。とりあえずフリーリストだけ書いておきましょうか。で、どんな感想を言う？まずは、マロックってどうなんだっけ？コピーましょう。フリーも作ります。で、サイズにしましょうか。BTR でいいや。で、簡単にどういうものか説明するために、少しだけなんか作ってみたいと思います。これは、後で説明しますが。ワードというか、これバイト数なんで、サイズというよりも、N バイトにしましょう。それで、N ユニット。N ユニットにしましょう。で、ここにはバイト数が渡ってきますので、例えば5とか9とかという、数字が渡ってきたりするわけです。で、これを、ヘッダーの数でアライメントしたい。ヘッダーのバイト数でアライメントしたいわけですね。で、ヘッダーって何バイトなのという話ですが、8バイトです。8バイトなんで、8バイト。つまり N ユニットというのは、ヘッダー何個分、8バイトで何個分かということを表す。